雨降ってないけど下びちょびちょだ。夜中雨降りよったっけね、さっくん。じゃあ2つって。できたけママ呼んできて、あ起きとるやん。いつの間に。よいしょ。このパンケーキはさくちゃん食べれんよ。よいしょ、そこパンケーキあるやん。長。じゃお手手ないない人へ。かわいい。首のところのカパーって開いてる。じゃあハッシーのオペするけんちょっと待っとって。心配なん？ハッシーがなんかされよるって心配しよるよ。ハッシーの緊急オペやから。大丈夫かなって。いいんじゃない？おお。脳天も。じゃあもうちょっと待ってね。いないけど。あ、ここも怪我しとる。わ、ほんとだ。なんかどんどんあれやん。怪我の箇所がどんどん見つかる。疲れとるってよ、ハッシーが。癒してあげて。ちょっとまだ麻酔が。麻酔が抜けてない。ハッシー顔つき変わった。ああ、どんなもん。まだ麻酔が抜けてないんだ。また戦いの日々が始まる。俺たちの戦いはこれからだ。さあちゃん、お散歩行こうぜ。ありがとう、お散歩行けんし。ゴーゴー。行きますか。よし、来い。よし、帰ってないね。よし、行こうか。さあちゃん、行くよ。ハウじゃないよ。あそこ猫ちゃんおるね。よし、おしまい。美味しいかね。はい、じゃあただいま。ほら、金柑取ってきた。よし、戻ろう。よし。あいちゃん、いい匂いするやろ。柑橘系のいい匂いがする。じゃあ待って、できたよ。ね、さくちゃんが食べれる状態じゃないよ。タコのじゃない。さくちゃん食べれんよ。
さきちゃん代わりにガムあげようか。言ったじゃん。ガム食べる？そのまま食べるより甘露煮にした方が美味しい。うん、美味しい。あと十何粒かあるけん。おお、甘露煮が？うん、タッパーに入れと、うん、おかわりしちゃいました。さきちゃん、おかわりしちゃいました。美味しいね。たまに行くよね。やっぱ暖かくて気持ちいいんかな。ちょっとあれかな、体が冷えてきて温まらせて、で温まったらどっか行くんかな。めっちゃあったかい。ストーブ帰り。ストーブ側めっちゃあったかい。ストーブ側ヒサロ行ってきたみたいヒサロ行ってこっちこんがり焼いてきた。めっちゃくつろいどうや。あじゃん、今日ちょっと夕方からお出かけせない関係、一緒行こうや。まあ、主役はサクなんやけど、行くよ。大丈夫よ、さく。あちゃん、大丈夫よ。大丈夫よ、すぐ終わるよ。あちゃん、すぐ終わるよ。ありがとうございます。いただきたい。じゃあ、頑張ったね。ありがとうね。あ、え、本当ですか？ずっと吠えてなかったですか？髪の毛ちょっと苦手。あー。どうしたっけ？はい、じゃあ、おいで。いいじゃあ頑張ったね。あちゃん、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 かわいい。はい。ああ。何かわからぬまま。これ何なの？鹿肉きゅうり。おいしい。美味しかったみたいね。よし、もう暗いけん帰ろっか。帰ろ。じゃあ頑張ったね。食べよう食べ。ああ、後ろ追いかけようよ。お薬もらったよ。明日配信したら見に来てもらえるかな、さくちゃん。